ええ、乙骨ユタは呪術高専で預かります。今日から新しい学校だよ。行きません。誰にも傷つけたくありません。だから外には出ません。君にかかった呪いは使い方次第で人を助けることもできる。あなたが望むなら約束だよ。大人になったら梨花と雄太は結婚するの。いいよ。離れたなら訳もなく涙が溢れそうな。じゃあ僕らはずんとずんと一緒だね。これは持論だけどね。愛ほど油断が呪いはないよ。僕は呪術高専でリカちゃんの呪いを解きます。本当にずっと一緒だよ。